日本の翼 YS-11、 ただ一つの国産旅客機である。その開発は想像を絶する苦難の連続だった。終戦直後、 GHQ の指令により日本の飛行機は跡形もなく破壊された。10年後、航空技術の復活をかけて5人の侍が立ち上がった。かつてゼロ戦などを作った設計者たちだった。彼らは少年の頃に抱いた大空への夢を諦めてはいなかった。侍たちのもとに40人の若者が集まった。飛行機の設計は皆初めてだった。5人の侍は若者たちに持てる技術の全てを叩き込んだ。YS-11 の開発プロジェクト、いよいよ後編です、はい、先週は、ね、あのゼロ戦を作り上げました5人の侍と呼ばれるベテランの技術者たちが若手を育て上げて基礎設計を作り上げて、そして国家予算を獲得したというところまでお伝えしましたよ ね、はい、こちらがですね、5人の侍が駆け上げた基礎設計なんですけれども、ね、はい、本当にいわゆる大枠というんでしょうか、尾翼とか主翼、ああいう部分のね、はい、厳密な大きさとか姿ってまだ決まってないんですよ。ですからこのプロジェクトはこれからが大きな問題、さまざまな問題にぶつかるわけですね。大変なわけですね、はい、さて YS-11 の開発は本格的な国家プロジェクトとして動き出します。その命運はある一人の人物に託されます。昭和34年日本は本格的な空の時代を迎えた。国内の路線の数は倍増し、九州や北海道への新婚旅行がブームとなった。しかし旅客機は全て外国製だった。この年の5月 YS-11 を開発する新会社、日本航空機製造が設立された。筆頭株主は日本政府。
世界有数の航空技術を持ちながら、戦後仕事を失った男たち。土井武雄ら5人の侍は万感迫る思いでこの日を迎えた。設計チームは70人に膨れ上がった。その中心は土井たちに鍛えられた若手たちだった。目標は2年後の初飛行。世界に売れる飛行機を作ろうと若手たちは誓い合った。その矢先、衝撃的なことが起きた。突然5人の侍が身を引くと告げたのである。5人は60歳を目前にしていた。飛行機を完成させる作業は体力、気力の限りを尽くす激務であることを知っていた。戦闘機の技術者だった自分たちに国家プロジェクトをまとめ上げる力はないと感じていた。5人は日本の航空機の未来を一人の後輩に託したいと願った。数々の修羅場をくぐり抜けてきた男だった。東条輝夫、この時三菱の技術部次長として1500人を率いていた。東条はかつてゼロ戦設計チームの一員だった。能力は群を抜いていた。東条に技術者になれと勧めたのは父親だった。東条英機である。東条輝夫の戦後は厳しかった。職も失った。しかし苦難を乗り越え、ライセンス生産の現場を任されるまでになっていた。責任は俺とお前たちだぞと。だから真剣になってやれと。要するに自分たちがやる設計をね。それまではね、僕さっき言ったようにね、土井さんが言われた通りやるかと、そういう感じだったからね。土井さんが来られてね、あ、そうかと、少しこうぎょっとしたっていうかね。若手たちは勇気づけられた。設計技術を磨き、大空に自分たちの飛行機を飛ばそうと約束を交わした。設計はこれからが本番だった。機体の軽量化、翼の精密な形、電子機器類の配置、
山ほどの課題に若手たちは必死になった。米軍基地が公開されると飛んでいった。機体に物差しを当て写真を撮りまくった。ところがアメリカ兵に見つかり連行された。それでもめげずにまた出かけた。目に焼き付けた機体をヒントに若手たちはとにかく図面を引いた。図面が上がると全員参加の会議に持ち込まれた。後に伝説となる東条のミッドナイトミーティングである。東条は全員で課題を徹底的に議論させた。専門だけに閉じこもるな、飛行機全体のことを知れと言い続けた。そのじっくりみんなの話を聞かれるもんですから長くなるんですよね。そうするとまあ大体始まるのが5時とか 6時とかから始まりますとね、そうするとまあ9時頃になると、おい、そばでも取るかと、もうそばでも取るかということだったら、これは朝4時っていうのはもう決まったんですね。朝4時。東条はどう考えてその図面にたどり着いたのか、その思考の過程を徹底的に説明させた。合格の印、東条のサインをもらうのは至難の業だった。いつまでにこれ出さなきゃいけないからサインしてくださいなんていうことすごく怒るんですよ。俺がうんって納得するまではどうしても出せないと。みんながね、責任負えると思う状態でないとね、図面のサインはしないよと。連夜の会議で若手たちは音を上げた。深夜、酒に酔って東条の家に押しかけた。東条は笑って招き入れた。この時若手は東条が自宅でも毎日徹夜で図面に目を通していることを知った。一つの文句も言えなかった。昭和35年暮れ、予定より1年遅れて全ての設計図が仕上がった。若手が持てる力を出し切った図面は1000枚に及んだ。全てに東条のサインが書き入れられていた。プロジェクト X、 こちらがその若手の皆さんが書き上げた設計図なんですが、1000枚、ここにあるのはほんの一部で25枚から30枚なんですけれども、ね、一枚一枚が大きいですね、思ってたよりも ね、うん、で胴体の部分細かいですね、はい、で数字がびっしり、これ1000枚ですよ、ね、すごいですね、はい、はい、スタジオには先週に引き続きお二方に来ていただいております。漫画家の松本玲里さん、そしてプロジェクトメンバーの園田寛治さんです。園さん、園さんの書いたのですね、はい、ちょっとね、こちらの方に、あ、ね、これです、それです、はい、ああそうだな、懐かしいです、よくありましたねこれ。ね、何の設計図なんですか。これ景気版の一部じゃないですかね。はあ、それでじゃあこれ1枚書いて、うん、あの東条さんと持ってきますね、はい、大体何枚ぐらい書き直すんですか。大体 これどうだったんですか。あの1回で通るのちょっとなかったですね、今思い出せませんね。一貫してないといけないわけですね、考え方が、うん、この部分だけ自分でこう考えて、ここから先は他の飛行機持ってきましたっていうんじゃ絶対ダメなんですよ。何聞かれても大丈夫だとしないと持っていけないんですよ、まず。それでもちょっと落ち度がありまして、あ、ちょっと抜けたところがあって、質問に答えられないと、うわーっつって、もう少しこういう点を調べてきたらどうだと叱るんじゃなくて、わーっ笑うんですか。それだとこちらの方もムッとするわけにはいきませんね。ムッとじゃないけど、いろんなこと質問されたり、それに対する回答を用意したり、調べていくうちに、ね、だんだんやっぱり自信はついてくるんですよね。よし、これでよしと。松本さん、
5人の侍と、その東條さん、ちょっといろいろ教え方も具体化するに違ってきてるような感じですね。そうですね。自分たちが作ったんだという意識をですね、強烈にこうかき立てるというんですか、火を燃やす、役割を演じた方だと思いますね。そして全員にその火が燃え移って、共に作るという、考えるという、なんかそういう方向性へ導いた人じゃないかと思いますね。さて、東條さんがリーダーになってからおよそ2年半、いよいよ YS11 がその全貌を表す時が近づいてきました。昭和36年6月、YS11 1号機の組み立てが始まった。設計の遅れを取り戻すため、作業は急ピッチで進められた。東條は YS11 を世界一安全な飛行機として世に送り出すと宣言した。部品の強度試験を徹底的に繰り返した。アメリカの基準の3倍以上の強度を求めた。悩みの種は鳥との衝突実験だった。設計技術者になって鶏を探し回るとは思わなかった。まあ、近くのなんですか、知り合いのその八百屋さんですね。そこでおばあさんが大事に飼ってる鶏、毎日卵のが一番大きいものですから、そんなのを頼むから、ね、国産ワイスのためだということでいただいてきまして、この頃若手たちは次々と身を固めた。設計技術を教えてくれた土井が仲人を買って出た。式の間中、新郎に YS11 の進み具合ばかりを聞く困った仲人だった。昭和37年夏、 YS11 は最終組み立てに入った。日本の翼がその姿を見せようとしていた。初飛行まで1ヶ月、最後まで徹夜が続いた。手探りでたどり着いた初の国産旅客機、一つの部品の不具合も許されなかった。若手たちは責任の重さに押しつぶされそうになった。心配ないよという自信があるのと、それから万が一この思い違いないだろうなとかね、考えが抜けたとこないだろうかっていう心配とね、だからちょっとなんて表現していいか分かんない、自信はあるけど心配だっていう、心配と自信がだん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 にこう積もってくる状態ですよね。ある日、東條と若手は一緒に風呂に入った。痩せ細った若手を見て東條は、お前ら悲惨な体をしとるなと言った。そういう東條さんもガリガリですよ、若手に言われて笑い合った。3年間骨身を削って打ち込んできた仕事が失敗するはずはないとこの時思った。昭和37年8月30日、名古屋空港が日本の翼復活の舞台となった。 YS11 がその姿を現した。200人を超える報道陣が集まった。生中継の準備も進められた。
東京の設計室では30人の若手が残っていた。テレビを運び入れ、その時を待った。名古屋空港の滑走路にあの男たちが姿を見せた。6年前、若者たちに一から飛行機設計を教えた侍たちだった。侍たちの目の前で YS-11 が動き始めた。若手たちは無事飛んでくれと祈った。プロペラがクラクラと回り出した時は早かったって。だんだん速くなる、ね、最後はって YS-11 独特の音が。翼は浮かび上がった。飛んだ飛んだな飛んだ飛んだな飛んだよな飛んだよな飛んだよな、こういう感じですね。 YS-11 1号機は伊勢湾上空を1時間にわたって飛び続けた。初飛行を見届けた東条輝夫は三菱に帰ることを決めた。この半年後、 YS-11 に重大な危機が訪れるとは誰も予想できなかった。総さん、あの初飛行の時は覚えてますか？成功っていうのは覚えてます。で、僕は留守部隊でね、東京の設計室でね、朝早く行ってテレビ見て見てました。あの飛ぶまでは心配で、飛んで着陸してから、うん、ああよかったなっていうんで喜びが込み上げてきましたけどね。松本さんはテレビで生中継ご覧になったと伺ってますか？はい、あの安心感というんですかね、嬉しさというのは、まあ自分が作ったわけじゃないのに胸を張ってね、空見ろと見てみろ。そしてもう一人ゲストの方にお越しいただいています。 VTR の中でも飛んだよね飛んだよねっておっしゃってました。プロジェクトメンバーの一人、鳥海鶴男さんです。ようこそいらっしゃい。どうもありがとうございます。鳥海さん、本当に嬉しそうでしたね。必ず飛ぶとは思ったんだけど、やっぱりテレビで見てますからね、だからやっぱり飛んだよな、そんなの飛んだよねってこういうな、あれ録画じゃないよ、本当に飛んだんだよとこういう感じ。あ、よかったっていう不安もよぎりました。そうですね、やっぱりみんな緊張してますから、とんでもない間違い、要するにとんでもない間違いをすることがあるんですね。鳥海さんは飛行場まで行ってご覧になりたかったんでしょ？ええ、それはね、どうしてなかったんですか？私休暇取っても行くよとこう言ったわけですね、東京から。したら東条さんが取り替え来いってわけですね、でみんな行きたがってるそうだけども、全員行かせるわけにいかんなと、お前人選して来いってわけですね。取り替えさんに行きたい本人に して本人、東条さんってそういう方なんですよ。東条さんってのは、いや、それは鳥海さんにしてみれば私が行きますってわけにいかないわけだ、こうなんで、それでこう人選して持ってったらですね、いや君残ってくれるのかそうか、君残ってくれれば安心だ。ああ、そう、父さんってそういうんですよ、さっきのね。さて、 YS-11 を世界に輸出するためにはどうしても超えなくてはいけない高いハードルがありました。昭和38年3月、アメリカから男たちの一団がやってきた。YS-11 を審査する FAA アメリカ連邦航空局の審査官たちだった。
YS-11 が世界各国で旅客機として飛ぶためには FAA の認可が必要だった。航空技術を失った日から18年、全てがこの試験にかかっていた。飛行試験が始まった。審査官は操縦桿の効き具合から機体の振動まで徹底的に調べ上げた。試験を終えた審査官の表情は険しかった。とにかく今の YS のその飛行特性ではギリギリである。そのままで規定を満足するかしないか分かりませんよと。でどうしようかって、なんか対策して、対策しなければ使い物にならないわけですから、これは大変だなと、みんなこれは大変だなと。方向舵の問題は予想以上に深刻だった。低速飛行のテストのため片方のエンジンを手動で止めた時だった。機体の進行方向を保つため方向舵のペダルが踏み込まれた。その瞬間方向舵が効かず機体は切りもみ状態に陥った。スピンってやつですね。こういうやつね、ストールに入るわけですよこれ、切りもみですね。だからバーッと突っ込んで墜落は免れたが、プロジェクトは行き詰まった。若手たちはあの男の元を訪ねた。三菱に戻っていた東条輝夫だった。東条の後任となっていた若手の島文夫、辛い胸の内を話した。どうしていいか分かんない、正直なこと言えばどうしていいか分かんないから、いろいろやってる。今は答えが出てこないと、さっき言ったようにね、必ずどっかで答えがあるはずだと思ってんだけども、そこにたどり着かないと。東条は黙って聞いていた。この時49歳、三菱の技術部長の要職に就いたばかりだった。東条は茨の道を選んだ。再び YS-11 プロジェクトの設計部長になった東条は、動揺する若手を前に落ち着き払っていた。その時の話がまた東条さんすごいんですよね。でもみんな浮き足立ってたでしょ、心配して。その時東条さんね、これは必ず解決するよと。そう、初め言ったようにね、技術的にちゃんと初めから最後までごまかしのない考え方で今の問題を説明できるような案を作ればね、これは解決するんだと。東条のミッドナイトミーティングがこの日から再び始まった。横滑りの原因を突き止めた。主翼の上半角が小さすぎた。一から作り直す以外
手立てはないと思われた。その時、一人の男がふらりと現れた。侍、土井武雄だった。土井は即座に言った。主翼を根元から取り外し、そこに楔形の金具を入れ、翼の角度を上げろ。とんでもないアイデアだった。あれはね、4度切りついてないんですよ、大ヘドラは。しょうがないからね、つなぎのところにね、くさび入れて、こう直して。若手は反対したが、東條はゴーサインを出した。主翼の根元にくさびが取り付けられた。飛ぶと、横滑りは見事になくなっていた。全員が舌を巻いた。若手たちは引退した恩師に助けられ情けなかった。方向舵の問題は自分たちだけで解決しようと話し合った。東條さんも非常に分かりが早い方ですから、分かった、ご苦労さん、それでいこうと。すぐ後ろに立ってました。そしたらパイロットがね、もう説明聞いてきただけで、あと予行演習ないんですよね。で、オッケー、レッツゴーってわけでエンジンバーッと全開して、右エンジンが切られた。方向舵が踏み込まれた。
鳥海さん操縦席の後ろで、もうどんな気持ちだったですか、その後ろで見てるときは。まかり間違えばひっくり返っちゃいますからね、だけどその全部の舵の、まあ、方向だと補助翼も昇降だも全部設計変更したのをくっつけて、でまあ外人飛ばすわけですけど、一人航空で乗ったようなもんでしたけど、厳しいチェックを経て得たのがこちらの FAA の、これが型式証明。そうですね、こう実物は初めてです初めてですか。こちらを得て事実上こう世界で YS11 が認められたという証明ですよね。この10年お二人関わってね、どうこう振り返られますか、その10年を。東條さんからはそのやっぱりプロジェクトをまとめていくね、チームをやって運営していく、どうやってチームを運営して持っていくか、設計者だけでなくて結局この飛行機を育てて使っていく人たちも含めてね、この飛行機が育っていくわけですけど、そういう大勢の人たちの環境の中でこれを一つのプロジェクトをまとめていくためにどうやってみんなの、ただ俺についてこいじゃなくて納得をさせて、それでみんな集めていくこのプロジェクトの進め方というのをやっぱり東條さんじゃないね。要するに物を作り出すって大きなプロジェクトになればなるほどそうなんですけど、そのマジックやるわけじゃないんですよね、はい、技術的にロジックのあった積み重ねでね、はい、それをみんなでまた理解してガーッとみんなの努力を積み重ねてやる、物設計して考え出してやるのはそういうことだなってことがね、非常に僕はその後のね、仕事でもなんていうの、その考え方がね役に立ちだったっていう気がしますね。改めてこう全体をご覧になって YS11 の開発っていうのは何だったっていうふうに。そうですね、私はまずとにかく飛んだと、それから戦前戦中の技術も継承されて、そして私がこれでそのまま自動車産業と同じように世界に伍して飛躍すると思ったんですね、だからそこのところだけが少し違ったんですね、 YS11 で止まったという。しかしこれからまだ先があると、で継承された方、経験を積まれた方が大勢おいでなわけですよね、はい、でその